平野紫耀君くんの国際的な躍進、コミュニティとイベントの社会的影響。平野紫耀君くんの存在が国際的な注目を集め、まるで音楽のように轟いています。彼が海外雑誌に取り上げられ、X で話題となっていることは、単なる一般的な報道を超えて、コミュニティ全体で騒然となっています。記事の詳細は日本語ではないものの、写真も掲載されているため、ぜひともチェックしてみてください。 シンガポールで開催されたメンズ掘りにおいて、平野くんはその洗練されたスタイルで注目を浴びました。著名人たちが都道ミラのファッションウィークでは、彼のベストルックが紹介され、その中での写真はまさに言葉を失う美しさ。これにより、彼の存在が国内に留まらず、アジア全体に広がりつつあります。また、GL 村木マレー語において、マレーシアやインドネシアなどの国での活動が報じられています。 ミラノとパリで開催されたファッションメンズウェア2024に出席し、11番目に記事に取り上げられたことで、平野くんの名前が国際的なスターレベルに踊り入れました。その日はすでに別次元で、世界中のメディアで賞賛の的となっています。興味深いことに、平野くんはルイヴィトンとのパートナーシップ契約を果たしており、これが彼の国際的な知名度向上に一役立っています。 それと同時に、彼の強烈な顔立ちが各国メディアを席巻し、話題を巻き起こしているようです。バコプロさんとの絆もあり、平野くんはいつも温かく寄り添ってくれる存在として親しまれています。X での反響も大きく、今日は最高に機嫌が良いようです。世界的なハイブランドからの招待状、海外メディアの取材など、平野くんはますます国際的なスターとしての地位を築いています。 これまで載せられたメディアも多く、国内での活動だけでなく、海外での夢のような日々を楽しんでいるようです。平野くんの存在はまるで静止画のように美しく、その動画ですら二次元のような感覚を与えるほど、ラグジュアリーな存在として、各メディアに取り上げられる様子は追いつくことができないほど、これからもナンバーアイの動向や影響力について発信していくとのことで、ますます彼の活躍に期待が高まります。 チャンネル登録を忘れず、いいねボタンやコメントもお待ちしています。彼の魅力に触れ、共に楽しい未来を迎えましょう。